Guilty Gear。 そう、全然関係ないんですけども、3DS のロストヒーローズの、特典としてヒーロー戦記のリメイクが出るらしいです。ヒーロー戦記めちゃめちゃ面白いんでみんなやってくださいね。ほんと面白いからヒーロー戦記。ヒーロー戦記もよろしくって言うでしょ、キリアンが。さあ、というわけで出てくるのは FMB 募集の金塊、ノムセル。さあ、前回のミカンマス関東大会ではチームを組んでいたお二人、押田さんが師匠らしいです。シュッシュー、からの画面端じゃんけんから師匠。さあ、ジャンハイ、さあ、おーっと足払いが消えました。そして、エース、ハイスラー、金エース、エンエース、残りそう。かわいそうですね。残りたいけど、ドットはまあ、この状況ならまだ、体力を盾に削るってことはできるんですけども、ドット勝負だと辛そうですね。ピーピーピーと、まとわりついて、ゲージも溜めていく。ジャンハイ、これは勝利権、いい判断、ジャンディから、ジャンディ、ジャンディ、ここはちょっとミスったが、変な当たり方、これはちょっと奥になっているかもしれません。ボトムキンボス最高選手。この間の朝練見て、アイマンがポチョパス決めたら、はい、横綱っていうコメントが流れて、くっそ笑いました。アイマンはずるいと思います。さあ、画面足吹っ飛ばしていく。おー、終わった。マルアイスだからマルアイがつながる。オーバーキルもゲット。勝ったのは FAB 部長になります。おめでとうございます。じゃあ最後の1回戦いきましょうかね。梅茶さんのラメザルと俺のソルで、あ、ごめんなさい、まだありました。もう1試合だけ呼んでいきます。おふさん、ごめんなさい、次行きましょう。大阪さんのファーストと平岡海洋 A 番台でお願いします。だが神殿はその全てをも凌駕するのだ。アイマンね、最近スレイヤーノリノリなんですよ。この間も朝練で50試合ぐらいやってましたね。佐藤さんが死にそうな顔してました。ヒーロー戦記は小学校の時にやりましたね。小学校2年とかですかね。わかんない。父親になんか解いてもらって 謎解きをしてもらった記憶があります。おー、なんかやばーっと、そこグリードセマやったら栄光になりそうな雰囲気ありましたが、そこは失敗ね。とっさのブラックホール、ファースト戦やってないとね、アドリブできないというか、もうひらめきが大事ですよね、直感と。さあ、画面足、危ない。ドリルから装填、もう投げてエアート、医者コプター。おお、すげえ、吹っ飛んでた。マイド、画面足2手からグリード、しゃがみ姿勢が低いファーストは結構ガードに余裕があるみたいです。画面上、またもやブラックホール、どっちどっちどっち、キンエス、あー、キンエス、タチピー、キンエス、タチピーと行きたかったが、ここは立ち合いすらまで出してしまう。しかし、その後ね、2手が普通に刺さりまして、1本の選手は大阪 B ファースト。では B 番台、富士山、明治会の富士山と、ノブさんのソル B 番台で、3位決定戦トーナメントの1回戦第2試合をお願いいたします。イシャコプター、なんか確かに意味なさそうな雰囲気の技なんですけど、攻撃判定は強いっぽいっす。足を上げていたところにかわいい、されちまって、先ほど勝負を流れを決めた、変えた、ノマイハイスから刺さります。チャージからマイハイスラー、レンドヒット、2K 立ち合いが当たらない。これはスタンリッパーにつなごうとしたんでしょうが、変な当たりが出しましたね、かわいそうに。そして飛んでも当たるメッタ、空中ガード不能となっておりまして、ブリッジシールドが取れるみたいです。無理です。そんな無理です。ジャンケーと爆弾が連続ヒットを勝ったのは大阪 B ファーストです。では、続きまして梅茶さんのラムレザルと俺のソルです。じゃあダメ、
Guilty Gear. Who dares to enter the mayhem? Soul Blaster.はい、では1回戦最後になりますね、1P 側梅茶ランプレザル、 2P 側ジョニオソル。さあ、普段からの時代でこの2人はかなり対戦数はこなしては最近やってない、まあ、最近はやってないですが、結構前はやっていたんですが、それ以上にジョニオはバタコラムレザルと結構数をこなしているので、もうやってない。さあ、それに対して梅茶さんはソル対策をここでどう活かせるか。さあ、ダウを捨てたところにガンフリ黄色があった。叩くとして入らない。橋岡ですね。ダウをガード、走っていく。ジャンパーすら軽打、ジャンパーすら、ここでボルカにバースト合わせる。さあ、橋岡取るバースト、投げてるのソル。消失が入る。名前は忘れた。これは覚えてる。トランシーバースが俺に当たらないでくれ。さあ、開幕下ジャンプ D をボルカで潰していく。確かに 6PDD ジャンプ K がちょっと遠かったか。確かに裏回りを割っていく。グランドで橋ごと抜けていくが、これは走りが速い。ダウロガード、橋を空中浄化して、すげえとこで当たった。ジャンプ系から高価助け割ってるが、グランド赤フォローはしてる。広から裏ジャンピーガード、どこで当たった。さあ、中段赤ダストという選択肢だったが、ここは割っている。ガンフレキルからバックスで間に合っている。キャンジャンプ P が強い。ステーだから、ここはテイクダッシュに対してしゃがみ待ちからの空中投げ。ライオット逃げていく。体力移動はラムレザル、相打ちからまだある。キャンからジャンピー抑える。立ちハイスラック宇宙カウンター。取り返すジョニーを捨てる。最初ラウンド、砕けろがダウルで潰される。そしてバーストをガードして、コンビネーションから上ジャンプリーで画面端ダウン。ボールが返していく。ロッピーバースト青PK、 ボールガン叩き落としが入らない。ダウロに対してグランドバイパーバックステカル DDDDD ボールガドラゴンインストール砕けろから歩いていく。タイラン、これは手下して抜けていく。長谷がダル上ジャンプ D、しかし体力はそれよりブリンガーに対して登るジャンピー。砕けろキャンジャンプにカウンター。 DD1234 回目が入らない。ジャンハイボールが間に合っている。バーストダウロガード飛ばない。ジャンプピークテイク、キャンから相模町。勝ったのは梅茶ラムレザル。はい、あなたが消えれば私たちの脅威はいなくなる。本当はあなたそのものが担えばいいのだけど、先ほど B 兄弟はどちら勝ちましたか。あ、ノブさんで、はい、じゃあ先